ったんですけど急速にこの頃消えていきまして、この間もどこへ行ったら先生どこから借りましょうこのタイプでしょって適当に見て借りたいとこ借りへんって言ったんですけどもそういうふうに床屋を悩ますぐらいしか借りへんこれ2番目に仕事制限があって関口でやるんですけど浜辺まだおりますんで今は大丈夫です乾杯の前に一つだけ提案したいことありまして皆さんお願いしたいのと考えていただきたいということがありまして、それは5年ごと今言うから23年ちょっとだけ待ってもう一歩23年になって5年ほどすると80歳まで行き始めたらあと5回しかないんですよねこれ少ないんだなと思ってで3年したらまあ52、50、55、50、60、80いろいろまあちょっと気がないんだけど何回かやるとくれるというのでえ計算とってすみません数学苦手なんですよ算数は得意やったけどねそれにしたいなと思うんです。やってほしいなと。なかなか鍵よりもちょっと融資出てますんで、この場で皆さん考えてやっていただいて、最後に、仕事 しなかった浜安が、ケツを取ってくれると思いますので、皆さんよろしくお願いしておきます。それではもう、乾杯させていただきます。ご来賓の先生方、ご列席の皆様方、そして、今日来たくても来れなかった同窓会の皆様の、ご健勝とご多幸をお祈りいたしまして、乾杯したいと思います。乾杯！特に前も言いましたけど、サッカー
このさという字を聞くと、もうなんか背筋がこの教えていまして、あの お子さんの方にちょっとそのしわ寄せが行ったりしれませんけれども、中野君に忘れられていました。数学を教えておりました渡辺でございます。前回あのこの会に出席させていただいてからもう20年も経ってしまいましたけれども、今日こうしても立派に本当にあの社会の中核で活躍なさっている皆様 あのお姿を拝見しまして大変感激しております。赤尾先生です。最後ですから、しっかり時間を取っていただいて、今まで、言いたいなかった先生の分も合わせてよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。皆さんこんばんは。元気がないな。もう一度皆さんこんばんは。すいません。そうでなくてはいかん、ね、それから聞く姿勢やな、それが非常に良くない。人が喋ってる時にはきちっとその人の方を向いて話を聞くってなことを、36年相変わらずやってます。皆さんと会ってね35年、そして今日36年目の任教師まだやってます。あと2年になりました。皆さんにいろいろ教えていただいた教師と生徒、生徒と教師、いうに言われるものがあります。これを今若い先生方にどうして伝えていくかということで、毎日、私そればかり考えております。先ほど何人かの人と話をしたんですが、今の世の中特に学校中心ですけども、流行に流れすぎというふうに考えています。やはり流行ばかり追うんではなくて、一番大切な不益なもの、人として何が大切かということをしっかり考える必要があるのではないかなというふうに最近つぐつぐ考えています。13日生まれです。庄司の方が丁寧だったと思うんですけどね、皆さんに今日は2つ、1つは最後の締めの練習しましょう。2つ目、庄司君の出された緊急議題、5年から3年にしようということをここで決めたいんですよ。それを拍手で決めますから、それはその時に拍手の方が多い人、3人目ですかね。乾杯。お手立てる。あ、見るよけ。富田はこっちやぞ。うどん茶とジュースもうすぐ来ます。ちょっと待ってください。で、当てときます。ビールは、ビールは早くやって休みやで。全部飲んでください。やりなくなったらまた言ってください。バイバイ。はい、席開けて待ってましたから。待ってましたから、席開けて。ここで2曲歌わない。
レーでウーロン茶やウーロン茶やねん、マリンやねん、なんだ、マジでやっときに、これや、これそんな、これやへんや、ほんまにこれ、無理だよ、痛い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 、何してんの？何してんの？聞こう。全然気が決まったらない。嘘。気が決まってるんですけど。全然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 。体が全体が温かくなって循環が良くなる感じ。寒い。